稲垣広史、稲垣広史、稲垣き広1905年12月30日から1980年5月21日は、日本の映画監督、脚本家、俳優。本名は、稲垣幸次郎。戦前期に、伊丹万作、山中貞らと、時代劇の傑作を生み出し、日本映画の基礎を作った、名監督の一人である。チャンバラに頼らない。 時代劇を作り、曲げをつけた現代劇と呼ばれた。生涯で100本の映画を撮り、海外での評価も極めて高い。東京本郷区駒込千田議長、現、文京区千田議一丁目に、父は、新派俳優、東明二郎の息子として生まれた。母の病気のために小学校を1年で辞め、7歳から、東ずまの芸名で子役となり、舞台に立つ。8歳の時に、 母が亡くなり、父と共に旅公演に出たが、この間に独学で読み書きを覚え、小説家、劇作家を目指すほどの読書家となる。カルメンバス水曲を聴いて以来、浅草金流館のオペラファンとなり、儀曲の執筆を始める。それを、父の一座にかけたところ以外にも好評を博したという。また、浅草小畜館に毎週通うほどの小畜、鎌田映画のファンだった。 1922年、日活向島設営所に俳優として入社。12年、溝口健治監督の夜などで銀幕での親子出演を果たす。この年の女と海賊伊藤大輔監督を見て時代劇に興味を持ち、伊藤映画研究所に参加し、シナリオを学ぶ。1926年、父親が出演する日輪。 伊藤大輔監督でサード女監督を務める。同年、坂東つまサブロープロダクションが、米国ユニバーサル社と提携、現代劇制作開始と聞きつけ、番妻プロで月給150円の幹部俳優となる。当時女監督の江川うれ雄と知り合い、江川の脚本による、9番倉庫で主演。江川の第一回監督作、夜の会心誌でも助演した。 翌1927年、バンツマプロを去って、下鴨の小畜京都撮影所に入社。月給25円の助監督となる。絹笠定之助のサード助監督を経て、1928年に伊藤の紹介で、伊丹万作と共に、片岡知恵造プロダクションの創設に参加。同年知恵造主演、伊丹脚本の天下太平記で、監督としてデビューし、以後、 高等三昧、源氏小僧、絵本武者修行、元六十三年といった知恵蔵主演の迷路にして陽気な大劇を多数手掛け、痛みと共に知恵蔵プロの日本柱と呼ばれた。絵本武者修行や元六十三年といった作品は病気がちであった痛みに代わっての監督担当だった。百三十一年、日活が否決したまぶたの母の企画を惜しんで原作者、 長谷川真に知恵造の名を語って映画化許諾をもらい、知恵造を怒らせたが、首をかけて企画を通し、知恵プロと日活の契約更新第一作として完成、映画は大ヒット。この作品がダメなら別の仕事で出直すつもりだったという稲垣は、この作品ではっきり方針を定め、監督を生涯の仕事と決めたという。知恵プロでは他に、 一本型など表入り、下沢博史原作、八太郎笠などのまたたびものも多く作って公表され、後にたびたびリメイクされている。1932年、陶器医作品、旅は青空を監督。1933年、同様広め会を結成し、野口宇城の公演を受け、映画主題歌に取り組む。またこの年、三村慎太郎、山中貞夫、 滝沢英介、八ヒ藤フ京都の鳴滝に住んでいた若手映画人らと、映画会社の垣根を越えた、脚本執筆集団鳴滝組を結成し、梶原金八の合同筆名で、山中監督、丹下左前世は百万両の壺、高知山総春、滝沢監督、大光記、宮本武蔵のシナリオを執筆し、それぞれヒットを飛ばした。1935年、 日活京都撮影所に入社。関野矢立っぺ、中里海山原作の大菩薩峠を山中と共同監督したほか、全身座がユニット出演した、またたび戦火などを監督した。1938年、山中貞夫が戦死すると、友人たちで山中会を結成した。その後も1940年に、片岡千恵蔵主演の宮本武蔵三部作を、 1941年に海を渡る祭礼、坂東つまさぶろうの江戸最後の日などといった時代劇の大作や話題作を制作。太平洋戦争開戦後は撮影所の文化委員長を務める。1943年、病床の痛みが脚本を書いた無法末の一生を監督。同作は戦前の日本映画を代表する名作と言われるが人力車不。 無法末が軍人の未亡人に愛の告白をするという場面が次局に合わなとして検閲でカットされた。1944年、日華合作映画、廊下は上海に上がる大英、中華電英を番妻主演で制作。上海で8ヶ月にわたるロケを行った力作だったが、日本も上海も空襲で感激のゆとりはなかったという。 1945年、撮影所の企画室で、バンツマと共に終戦を迎える。稲垣とバンツマは黙って手を握り合ったという。戦後は、最後の上位等で、いち早く活動を開始した。1947年、東横映画の第一作となった現代劇、心好きのごとくを監督。脚本の、藤木由美は、稲垣のペンネームである。 1950年からは主に東方で活躍し、1954年に制作した三船敏夫の宮本武蔵がアカデミー賞アカデミー名誉賞を受賞。さらに1958年には自作無法末の一章を戦時中にカットされた箇所を元戻して、再度三船敏夫主演で映画化し、ベネツヤ国際映画最近死章に輝く。 この時に本国に、鳥りましたがきましたの伝報を打ったという話は有名である。その後は、黒沢明と共に、東方の大作及び、時代劇路線の代表的な監督とされ、1959年に、三船出演、つぶらや英樹特撮の東方専門記念映画、日本誕生を、1962年に、東方30周年記念映画、中心蔵を制作し、 それぞれ工業的に成功を収めた。後東京放映プロの代表に就任、タレントの指導や演劇活動を行った。晩年は日刊スポーツに劇画、ナンセンス三郎氏を連載した。1980年5月21日、観光編で死去。去年74年。あだ名は稲川稲垣監督の略。1943年の 稲の勘太郎、滝沢栄介監督の長谷川和夫演じる主人公稲の勘太郎は、この稲間をもじった架空の人物だが、映画公開後、稲には勘太郎出生の地と称する土地ができ、記念碑まで建てられてしまった。そればかりか勘太郎餅や勘太郎茶漬けが名物になってしまっていて、勘太郎腰掛けの石などというものもあって、実在は、 動かすことができなくなってしまった。実際は、勘太郎の創作者は、三村慎太郎である。大英の長田正一社長は、稲垣と同じく小柄で、ロイド眼鏡に、コールうまんひげをしていて、長田が、駆け出しの頃はよく、稲垣と間違われた。君の方が、顔は、売れとるんだなぁ。しかし見とれよ、今に、君がわしに間違えられるようになってみせるよ。 と長田によく言われたという。たまに髭を剃ることがあったが、周りには、いつも驚かれ、ナルセミキオには、君は変装できるからいいなと冷やかされたという。大英響と撮影所の黒田義士は親戚にあたる。特撮映画が、東方のお家芸と言われた時代に、黒田が、特撮監督を務めた、大魔人、1966年が完成した際には、自分が、 東方に席を置いているにもかかわらず、東方のやつ、びっくりするやろなと大喜びしていたという。稲垣は日輪で助監督となるが、厳密に言うとポジションは、サードだった。黒田は、日本の撮影所で助監督を経ずに、いきなり監督になったのは稲垣くらいと述べている。お酒に関しては、少しずつ飲む、ちょびのみの人であったという。土屋義雄は敬愛する。 映画監督として、稲垣をサングラスにちょびひげの伊達男と呼び、いかにも活動家といった感じの屈託のない大物であったと評している。撮影所では、黒沢一家と呼ばれた黒沢明の黒沢組に対し、稲垣組は稲垣一家と呼ばれ、黒沢の天皇に対して、稲垣は巨匠王と並び称された。撮影現場は脇あやい,いとのどかで演技指導で、 遊びが入ることもあり、黒沢組と全く異なっていたという。土屋が巨匠と呼びかけると、優しい性格の稲垣は、難題と答えてくれたという。不思議な癖があり、女優の演技で、必ず本番直後に、難点と採点していた。またなぜか、いつも土屋にだけ、番妻に負けないようにねとすぐに、番妻を引き合いに出したという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。